三つの日本の序上詩は、イーゴリストラビンスキーによって1912年から1913年にかけて作曲されたロシア国歌曲集。春の祭典とほぼ同時期に書かれ、音楽には共通する特徴も多い。また、アルノルト・シェーンベルクのガツに疲れたピエロの影響も見られる。歌詞は、エイブラントによってロシア語に翻訳された和歌集、日本の序上詩による。 この詩集は日本語から直接翻訳されたわけではなく、ハンス・ベートゲおよびカール・フローレンツによるドイツ語訳からの重役である。なお、同じブラント役に基づいて、後にショスタコービチが日本の詩人の詩による6つのロマンスを作曲している。当時のフランスでは、東洋趣味が広い人気を呼び、モーリス・ドラージュが日本の小物や版画で飾り立てた。 小さな博物館のような部屋を持っているのを、ストラビンスキーは見て深く印象づけられた。ストラビンスキーもウスティルーフの自宅の壁を、日本の版画などで飾っていた。1912年に、日本の詩の翻訳を読んで、日本の絵画や版画に似ているという印象を受け、そのいくつかを作曲した。10月19日に、スイスのクラランスで、第一曲、赤人のピアノ伴奏版を完成した後、 ストラビンスキーは、ベルリンで公演中のバレエリスを訪れた。この時初めてシェーンベルクに会い、12月8日に聞いた、ガツに疲れた、ピエロに印象付けられた。スイスに戻って12月18日に、第2曲、当人を室内楽伴奏で書いたが、この曲の還元落法には、ガツに疲れたピエロの影響が見られる。1913年1月22日に、第三曲、 つらゆきを追加した。この曲は、シェーンベルク的ではなく、春の祭典に近い。1913年春、セルゲーディアギレフからの依頼で、ムソルグスキー、ホバーン・シチナの編曲を、モーリス・ラベルと共に言っていた時、ストラビンスキーは、3つの日本の女上詞をピアノで弾いてみせた。ラベルはすぐに、その構想を把握し、自らも、マラルメによる3つの歌を作曲した。 ソプラノの読書による。伴奏はピアノによるものと、室内楽によるものの2種類がある。校舎は、フルートに、クラリネットに、ピアノ1及び弦楽四重奏からなる。全部で3つの曲からなる。いずれも春の歌だが、これは、ブラント役が、ハンス・ベートゲによる、ドイツ語役、日本の春に基づいていることによる。歌詞はドラージュによってフランス語に翻訳された。 演奏時間は全部合わせて約3分と非常に短い曲である。赤日とモデラート。日本の女上司19番、万葉集8.1426、我が瀬古に見せむと思いし梅の花それとも見えず雪の、触れればに基づく。モーリス・ドラージュに捧げる。マザツミ・ビーボ。日本の女上詩54番、ココンワカ州12、谷風にとくる氷の暇ごとに打ちいずる波や春の、 初花に基づく。フローラン・シュミットに捧げる。ゾラ・イッキー・トランクイロ。日本の女上詩58番、古今和歌集59、桜花咲にケらしな足引きの山のか日より見ゆる、白雲に基づく。モーリス・ラベルに捧げる。なお、貫之の名前の綴りがおかしいのはフランス語訳の時に誤ったものと思われる。当順はロシア語でもおかしいが、ベートゲのドイツ語訳では、 マサズミとなっており、これをドイツ語式に読んだものらしい。調整は、はっきりせず、この点も、シェーンベルク的と指摘されることがある。ホワイトはむしろ、夜泣きウグイスマクとの類似を指摘する。三つの日本の序上詩は1914年1月14日に、パリの独立音楽協会で、ラベルのマラルメによる三つの歌及びドラージュの四つのインドの歌と同時に初演され、 ガリナにキティナが歌った。ラベルの最初の案では、ガツに疲れた、ピエロも同時に演奏する予定だったが、これは実現しなかった。夫人の出産及びその後の結核の再発と重なったためにストラビンスキーは、初演に立ち会うことができなかった。モスクワではその9日後に初演された。フランスではかなり好評を博したが、ロシアでは強く批判された。特に、 ロシア語のリズムを完全に無視して、ほとんど全ての音節を同じ長さで歌っている点が、ロシア国内では、強い拒絶にあった。ストラビンスキーによればこれは、意図的なもので、日本語にはロシア語のような強制が存在せず、音節は常に、母音で終わるため、日本の詩では、句の長さのみが意味をなし、それを音楽にも反映させようとしたのだった。ありがとうございます。